撮ってんの？撮ってる。機械の横通ったら自動で判別するってやつ、ちょっと通ってるじゃない。頑丈 S よりタイヤ角の位置はあと500m です。ここ車線規制速度落としてこの先チェンジを出す。ここやな。ここでも強制的にサービスエリアに入れさせられるの。冬用タイヤ右、普通で左。チェーン規制中。ああ、普通タイヤ左。なるほど。お。自動ではなかったな、目視やった目視で見てはったな今。はい、以上。パッと見てわかんのかな。なんか今俺に向こう行けって言ってたよ。あんま一瞬でタイヤわかんの。わからん明らかにちゃうもんね、ノーマルタイヤと。あ、そう、うん、はい、以上が南城 SL でのタイヤチェックの現場でした。はい、カメラマンありがとうございました。ゆいです。カメラマンゆいです。まあけど路面は全然あれやな、雪あらへんな。こっから先なんやな、どっかで結構積雪あんねやろ多分。だからそのなんかブロックのなんていうの、溝とかそういうのまでは見てないんやな。冬用タイヤか夏用タイヤかだけ見てる感じだったな。今城まで2キロなんて今城っていうのも結構雪降る場所だな。